皆さんこんにちは。九重親方は現役時代は力強い取り組みで人気がありましたが、44歳になった現在、九重部屋の師匠として相撲界で活躍しています。現役時代は気合の入った喧嘩相撲で大いにファンを沸かせてくれた九重親方。今回はそんな九重親方について、今回の報道のあったパワハラ告発を中心に見ていきたいと思います。死ねばよかったのにな。18歳の力士にそう冷たく言い放ったとされているのは九重親方、元大関千代大海でした。2023年10月、名古屋場所に同行していた九重部屋の力士千代氏が、飲食店で支援者から勧められ20歳未満にもかかわらず飲酒をしてしまったことが発覚しました。兄弟子の千代天風もいたのですが、支援者の強い勧めから断りきれなかったようです。店を変えて酒を飲み続け、2人は朝方にタクシーで愛知県内の巡業会場に入ったのですが、千代氏の体調が悪化し救急車で運ばれたのです。2022年4月から成人年齢は18歳に引き下げられましたが、酒とタバコは20歳から。この騒動を受け、日本相撲協会は九重親方と2人の力士に謹慎処分を下す。千代氏はしっかりと反省をして再び活躍する姿を見せてくれると思ったのですが、不祥事から約1ヶ月後の11月29日、相撲協会は千代氏の引退を発表しました。これ以外にも問題行動があるなら別ですが、今回の一件のみで引退というのはおかしい。どうもその背景には、親方から死ねばよかったと言われたことと、部屋で無視されるようになったことが原因との話が聞こえてきました。千代氏はその状況に耐えきれず部屋から逃げ出したようなのです。無理に飲酒を勧めた支援者も悪いですが、九重親方の対応が特に良くなかったのではないでしょうか。きちんと話して反省させるべきところを無視するように接するのは親方の在り方として問題があります。中学卒業後の15歳で部屋入りした千代氏にとって、九重親方は親代わり、違う指導の方法もあったはずです。九重親方も角界入りする前は暴走族のリーダーを務めるワルだったのは有名な話。自身も相撲を通して更生できたはずなのに、未熟な力士の過ちを正すことも親方の仕事にもかかわらず見捨てるかのように接したというのです。さらに九重部屋の近隣住民は眉を潜めてこんな衝撃の事実を明かします。部屋のそばにある喫茶店では20歳未満の力士がよくタバコを吸っているんです。千代氏さんだけでなく、20歳未満の力士は他にもいました。店主は気を使い、力士が訪れている時はカーテンを閉めて外から見えないようにしていました。違法喫煙が常態化していたのでは。喫茶店を訪れたことのある女性客もこう証言します。力士は主にタバコを吸いに来ていたようですが、20歳未満で喫煙している力士についても店主は黙認していたそうです。飲酒騒動後、店主は力士たちを甘やかしすぎたと話していました。この店主も店主ですが、九重親方は弟子の指導を放棄した上、20歳未満の喫煙に気がつけなかったなら監督怠慢以外の何者でもない。2023年12月下旬、週刊誌は自宅から出てきた九重親方を直撃し話を聞いたそうです。九重部屋にいる20歳未満の力士が喫煙しているとの話を聞きました。知らないよ。ネクタイ姿の九重親方は記者の問いかけにも足を止めずに歩き続けました。喫茶店で日常的に問題を起こした千代氏さんの他にも未成年の力士が喫煙していたようですが、悪いけど俺に隠れて陰で吸っていたらわからないよ。その喫茶店の存在は知っています。千代氏が他の子にタバコを強要していたんじゃないの。うちの部屋にはちゃんと喫煙所があるし、20歳以上にはそこで吸うように指示しています。喫茶店サイドも力士の違法喫煙を認めています。20歳未満の力士に関しては、俺の目の前でタバコを吸ったことなんてないから、九重親方は知らなかったの一点張りですが、週刊誌はこの発言に違和感を持っていました。なぜなら次のような証言を得ていたからです。20歳未満の力士もタバコを吸っていて、親方は部屋ではいいけど外では吸うなよと話していたそう。なので親方が知らないはずがないし、おかみさんだって知っていたはず。何よりそんな異常な状態できちっと指導ができるはずがない。そもそも弟子たちを管理する気がないと思われても仕方ありません。
違法喫煙を容認していたのなら大問題です。こうした監督怠慢は千代氏の引退にも関係していたのではないでしょうか。記者がその点についても九重親方に尋ねると、千代氏に死ねばよかったなんて言ってません、心配して死んだらどうするんだバカ野郎と怒ったんです。それはみんな聞いていますよ。千代氏が部屋を辞めたい口実に嘘をついたんでしょうと話すだけでした。しかしこれに反論する人間がいる。親方にそのまま死ねばよかったのになと言われたのは、巡業先から東京の部屋に帰ってきた昨年の10月18日です。一緒にいた千代天風さんと3人だけで親方に事情を説明した中でのことでした。経緯を説明して親方も理解してくれたと思ったら、1年間の外出禁止に加え本場所ごとにもらえる手当も1年間は没収すると言われました。そして死ねばよかったとその言葉を聞き、もうこの人にはついていけないと思ってしまったんです。そう話すのは当事者である千代氏です。なぜ飲酒してしまったのでしょうか。お酒を勧めてきた支援者が一緒にいた天風さんとはまた別の兄弟子の知り合いだったこともあり、断ったらメンツを潰してしまうと思ったんです。最初は断っていましたが、飲め飲めと言われ飲まないといけない空気になって、千代氏は語りました。10月19日には相撲協会に説明に行きました。協会の八角のりずみ理事長も頑張ろうと励ましてくれてほっとしました。しかしその後の稽古では九重親方に腕立ての体勢で30分いろと言われ、それから一切声をかけてもらえなくなったんです。おかみさんにも謝罪をしたら受け付けませんと言われたばかりか、部屋の力士たちも声をかけてくれなくなって、10月21日は稽古で親方に無視されたことから、今後ちゃんと稽古ができなくなるなら力士としては無理だと思い部屋を出たんです。タバコについても吸っていた事実を認め、こう話しました。親方にはタバコ吸っていたら背が伸びないぞって言われたことがあります。知らないわけがありません。九重親方は記者に 1% も嘘は言ってないとも話していたのですが、真実は一体どこにあるのでしょうか。また九重親方は過去には不穏な噂が立っていたこともありました。大相撲の元大関千代大会の助の山親方が2010年7月14日発売の週刊誌で野球賭博と違法な裏カジノに関わっていたと報じられていることが分かりました。これを受け日本相撲協会の特別調査委員会が調査を開始し、佐野山親方現九重親方から事情を聞きました。同親方は報道内容を否定していました。野球賭博に関与していたとなれば虚偽報告したことになり、解雇を含めた厳罰は免れない。新たな疑惑発覚で相撲界は再び窮地に立たされました。荒波の中で船出した名古屋場所の最中に新たな疑惑が浮上しました。週刊誌の記事によると、佐野山親方は解雇された元大関琴光喜や前大竹親方らと共に昨年夏頃に野球賭博に関与、賭けを注文した際に使用したとされる大会と書かれたメモも残っているとしました。4年前には違法なインターネット裏カジノにも出入りしていたといいます。佐野山親方は元琴光喜をめぐる野球賭博騒動でも名前が挙がっていました。勝ち金回収について琴光喜から相談を受け、大野松部屋の幕下古市に支払うよう伝えました。これに古市の兄の古市光友容疑者が激怒し、元琴光喜を恐喝しました。しかし同親方は相撲協会のアンケートでも特別調査員による聴取でも警視庁の聴取でも野球賭博への関与を認めていない。ある親方は野球賭博をやっている噂があったが名前が出ないので首をかしげていたと証言していました。報道を受け特別調査員は追加調査を開始、村上康委員が電話で佐野山親方から話を聞きました。同親方は関与を否定しましたが、望月光一郎委員はまだ週刊誌が出ていない段階、記事の内容で聞くべきことがあれば追加で聞くことはあると再聴取の可能性を示唆しました。武蔵川理事長は相撲協会のアンケートで上申せず後で賭博関与が判明した場合は厳しく処分するとの方針を示していました。また虚偽報告を行った前大竹親方元琴光喜が解雇処分を受けています。もし今後の調査や警視庁の捜査などで佐野山親方の野球賭博関与が判明した場合、
解雇を含めた厳罰が下ることは必至です。名古屋場所担当部長の二所ノ関理事も、後で分かったのならそうなるでしょうと話しました。佐野山親方は10月2日に引退相撲を開催予定ですが、重い処分を受けた場合は中止の公算が大きい。相撲協会は4日の理事会で協会員を大量処分し、名古屋場所開催にこぎつけました。しかし新たな処分者が出れば、開催に踏み切った相撲協会の判断には疑問符がつく。最悪の場合は開催自体にも影響を及ぼすことになる。結局分からずじまいで終わってしまったようですが、九重親方の当時の運転手が裏カジノはやっていたと YouTube で証言していましたね。否定していた九重親方ですが、結局は黒だったみたいですね。今回の不祥事といい、もう少しおとなしく生きてほしいものですね。いかがだったでしょうか。今回は九重親方について深掘りしてきました。パワハラを告発されてしまった九重親方、今後の続報に注目が集まりそうですね。何か感想があればコメントに残してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。